では続きやっていこうと思います。では今回、この塔の木かな、登って演劇が見られるかどうかっていうのをちょっとやっていこうかなと。さあ急がないと芝居が始まっちゃうぜ。はいはい、何してんだよ、早く来いよ。お前もしかして高いところが苦手なのか。大丈夫だよ、ここが高いところだと思わなければいいんだ。ちょ、ギシギシってるよ、大丈夫。ほらほら、腰を抜かしの暇はないぜ。あーなんかないかな。またかよ、大丈夫だってビビんない、落ちないって。子供の頃いたよね。あー危なっ、ははは、落ちたな。まあ細かいことは気にするなって。子供の頃いたよね、なんかさ、あの危ないことに引き込もうとするお友達いたよね。あ、29ギル、よし。ムーさんにも言いました、それはお前の名前まだ聞いてなかったよな。あ、そう、ビビちゃん、このままでいきましょう。私の推し可愛いんだわ。そうか、ビビって言うのか、ちょっと変わった名前だな。俺はパックって言うんだ、これからもよろしくな。よし、お、あ、でもこっちも行けるっぽいけど、ビビちゃん、あ、ビビちゃん、ビビちゃん行かないの。じゃあこっちね、はいはいはい。アイテムとかないかな。ふう、やっとたどり着いたぜ。この壁を越えればもう城の中だ。さあ行こうぜ。てててててお、夜になりましたね。あ、なんか月が2つあるね、この世界。 FF4 思い出すな。拍手してる、パチ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 。お、お姫様と、あ、出たこいつ出たこいつ、登場人物は、ね、知ってるんだけどね、どうストーリーに絡んでくるのか全然わかんないから楽しみだな。ほんとビビ可愛いんだけど。だ、大丈夫？なんかお姫様しょんぼりしてるけど。さて、お集まりの皆様、今宵我らが語る物語は遥か遠い昔の物語でございます。物語の主人公であるコーネリア姫は恋人マーカスとの仲を引き裂かれそうになり、一度は城を出ようと決心するのですが、父親であるレア王に連れ戻されてしまいます。今宵のお話はそれを聞いた恋人のマーカスがコーネリア姫の父親に刃を向けるところから始まります。それではロイヤルシートにおられますブラネ女王様もガーネット姫様も、そして貴族の方々も屋根の上からご覧の方々も、手にはどうぞ厚手のハンカチをご用意くださいませ。なるほど、ジタンたちがいるタンタラス団っていうのは表向きはあの劇団だけど、裏はあれね、あの盗賊団みたいな感じなのね。それか、お前は何を希望に生きておけばよいのだ。こうなれば我が友のため憎きレア王の胸に烈火の剣を。あー早いよまあみんな止めてみてください、動画。突き出し行きだぞ相棒、突き出しを恐れない。そうはいかぬ、俺もレア王には兄弟を殺されているのだ。えい、下がれ下がれ無礼者、我が野望の行く手を塞ぐやつを。あー早いよ闇を通過消してくれるわ。我が友の心の痛みを受けてみよう。心の悲しみを受けてみよう。
楽しいよね。これなんかまた盗めんのかな。これイベントバトルだけど、なんかこうストーリー性があるやつ。あ、魔法が使えんじゃん。ファイだ。え、あ、な、魔法使え、な、ホーリーって何、何、バカじゃないの。そんな強いの使えるの。なんかみんな、え、バカじゃないの。あ、メテオも使えるんだけど、え、バカじゃないの。あ、まあこれはなんか勝ちイベントみたいな感じなのか。ファイダー、はいはい。あ、盗むコマンドがないですかね。あ、聞かなーい。あ、ポーリーか。ポーリーじゃない、ポーリー。あ、ポーリー使われて止まるもんですかって感じだよね。あ、全然聞かないや。いや、普通に攻撃した方がいいんだな。いや、メテオはどうなの。ファイダー、お、あー、効かないね。あ、メテオじゃない、メデオ。あ、効かない。あ、これ芝居だからかな。多分どんな攻撃しても効かないんじゃないかな。いや、私たちも全然ダメージ受けてないし。そう、あ、効いてる。あ、あ、46。あ、よかった。あとこいつ44。え、なんか急に刃抜けてきたんだけど、あれポーリー。急に強くなりやがってよ。よし、倒せ。お、いいね、クリティカル。え、守備高くない、まだか。よし、あ、よし、オッケー、終わった。ごめん、一人倒れてしまった、申し訳ない。ううぐ、この前に住むと思うなよ、マーカス。待て、なぜ止める、ブランク。事態を冷静になってよく考えてみろよ。シュナイダー王子とコーネリア姫が結婚すれば二つの国は平和になるのだ。少子千万、それで全てが丸く収まれば世の中に不幸せなど存在しない。あ、一対一やってる。おお。さあ、いつ姫様を連れていくのか。大きい目的がありますかね。来ないわ、いざ勝負。あ、ブランクの指示に従って、なるほど、十字キーと ABXY のうちのどれかを押してください。はい。あ、間違えた。間違えた、クソ。B、上。はい、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 はい。長いな、Y。はい、はい、はい、はい。あ、間違えた、もうクソかよ。間違えた。お、操作ゼロか。あ、61人が、何それ。ブラネちゃんは満足しなかった、嘘でしょ。あ、もう一回、もう一回お願いします。ちょちょ、これ悔しいんだけど。はい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 。
どう？どうですか？やったー！あ、満足。アンコールがかかっています。もう一度チャンバラを演じますか？え、これアンコールやと 何かいいことあるのかな？じゃあちょっとやってみますか。集中するね。はい。ことね、じゃあ家でいいや。よし、おひねり838秒、やったーやったやった、グエクククキガワタカジタン。あー、だけどこのメットちょっと匂うな。何言ってんだよ、俺のメットなんかちょっとじゃなくてすごく臭いし、アーマーのサイズ合ってないし、背中のあたりがなんだか痒いし、ブーツなんか湿ってるし、うわ臭そう。グローブはぬるぬるするし、最悪だな。ポケットの底にはビスケットのカスが。そんなことよ、ブランク、例のものはしっかり持ってようのか。当たり前だ、俺はヘマはしない。なんかピュンピュン跳ねてんだけど。あ、これが虫？ブリッチオだっけ。じゃあ俺はガネト姫のティーカップに眠り薬を入れてくるぜ。俺はルワシの女王様にスペシャルプレゼントだ。クックック、気持ちよさそうにおねんねしていらっしゃる。お、アレクサンドリア城内に来ました。よし、事前の調査用途だな。この階段の上に王室の観劇席があるということだ。あ、わかった。お、そうそう、マーカスがコーネリアンの屋敷へ忍び込むシーンになったみたいだな。芝居が終わらないうちにさっと仕事を済ませようぜ。ちょっと待って、先ちょっとここ見させてくれ。次元、なんか、時間、タイムリミットとかないよね。あ、ごめんよ。お母ちゃん。大丈夫。あ、二人寝そべってんのか。なるほど。お？誰か来た、隠れおじたん。おー、怖っ。おー、怖っ。何か異常ありませんでしたか？は、何も異常ありませんでした。なんか、エッチんだけど、兵士さん。女性兵士か。で、引き続き城内を巡回してください。エッチ城、お尻、ケツプリやん。ケツプリゴールドやん。こっちはいけないのか。あ、なるほど。ケツプリ、ケツプリ。なるほどね。このまま上に直線した方がいいのか、これ。こっちもそう、一緒？ああ、そうだね。まっすぐ行くのが正解だね。はいはい。なんかこう、アニメとかでもさ、なんかさ、すごいエロい制服着てる人たちいるけどさ、それを採用したトップの人とかどんな気持ちなんやろって、あっ！なんと変わった格好したやつだな。白魔導士ちゃん。道を譲ってくださらないかしら。顔を覗き込んでみよう。どれどれ、私の顔に何かついてますか。いや、実はね、俺がずっと待っていたのは君のことじゃないかなと思ってね。は、私を待っておられたのですか。そう、君が生まれてからずっとこの場所で出会うことを夢見てね。私を侮辱したようなですか。いや、そういうわけじゃ。でしたら失礼いたします。ちょっと待った、俺たちどっかへ会ったことねえか。おー、すごいナンパやね。いや、私は、そうかな。いや、俺はこんな可愛い子見逃すわけがないんだけどな。もしかして君は、
おい、どうした、ジタン、何やってんだ。あ、あの、ごめんなさい。なんなんだ今のは。ぼーっとしてるの、読むのがガネット姫だ。マジかよ。さっきの白魔道士のローブを着た子がガーネット姫みたいですね。大変でごじゃるよ、大変でごじゃるよ。ゾーンとソーン一大事でごじゃる。ボランティア様に怒られでごじゃる。急ぐでごじゃる。あ、なになになに、え、ストレス始まる、もしかして嫌なんだけど。大変でごじゃるよ、そっちではないでごじゃるよ。分かってよでごじゃる。本当でごじゃるか。本当に本当でおじゃる。怪しいでおじゃる。怪しんでる場合ではないでおじゃるよ。とにかく今ボラネ様のもとへ。やっぱもうお姫様がいなくなったこと気づいたのかな。まあ大混乱ですよね。こっちではないでおじゃるよ。あ、分かったよでおじゃる。本当でおじゃるか。あ、本当に本当でおじゃる。怪しいでおじゃる。怪しんでる場合ではないでおじゃるよ。ボラネ様のもとへ急ぐでおじゃる。なんだこいつら。なんだこいつら。ボラネ様、大変でごじゃる。今誰も父さんと言われてるわ。また後でやってまいれ。あ、出た、ベアトリックス。下級の要件ですか。で、この人も好きなんだよね、ベアトリックス。そうでごじゃる。大事、気もない時期でごじゃる。なんか私が要件を取り付けましょう。ビアトリックスに出しゃばったことを抜かしようって。それ要件とは何ですか。ガーネット様が、ガーネット姫がカクカクシカシカで大変なのでごじゃる。わかりました、少しそこで待っていなさい。芝居を楽しんでいる最中じゃ、用があったら後にいたぜ。あの、え、これがガーネット姫のお母さん。なんか全然遺伝子を感じないんだが。それが実はガーネット様が先ほど、そういえばさっきからガーネットの姿が見えんな。は、先ほどガーネット様が国宝のペンダントを持ち去り、どこかへと足早にさらえたようでございます。なんだと、あの小娘は何を考えておるのじゃ。ビアトリクス将軍、さて、あとあそこの、あ、出た、スタイナースタイナーも好きだよ。出た出た、スタイナー隊長。はっ、急いでガーネットを探してまいれ。かしこまりました、わかりましたであります。プロト隊集合。おや、なぜ誰も来ん。こいつね、こいつね、あの服取られたやつ、ジタンたちに。スタイナー隊長、ただいま集合しました。なんだ貴様ら、たった二人だけじゃないか。あと6名はどうした。タルンドル、ボラネ様の命令だ。早く着替えて姫様を探しするのだ。おお、今度スタイナー操作できる。おお、あとね、ビアトリックスも好きなんだよな。でさ、あの話やっぱり本当話みたいだよ。へえ、そうなんだ。ブルゼン君はいつも情報が早いね。ほら、姫様探せと言ってよね。こんなところで何をしておるのだ。あ、隊長、ワイマールのやつなんですけどね、やっぱりあいつは城下町をパブのベイリーちゃんと間抜けどもが。あ、あ、セーブができる。セーブするクポー、セーブするクポ。スロット1。すごい、スロットたくさんあるのいいですね。よし、 OK。 じゃあちょっと今回ここまでですかね。なんかいろいろ物語が動いたような感じはあるんですが、いや面白いわ。序盤だけど。あ、プラド大隊員リスト。スタイナー隊長、ブルツェン、コヘル、ラウダ、ドジェ・ボン・バイロイト・ワイマール・ハーゲン・メルゲントハイム。へえ。よし、じゃあ、次回ね、このスタイナー操作で続きをやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。